本日は大根の種まき、はい、50日後に引っこ抜かれる大根をやりたいと思います、はい、なぜ50日後に引っこ抜かれるのか、まあ、それはあの動画の本編を見てもらえれば、はい、分かります、はい、さあ果たして50日で大根ができるのか、どうぞ。こんにちは。あ、こんにちは。どうも。始まりましたか。はい。相変わらずいきなりやな。です。岩崎です。どうもママです。今日はですね、はい、大根の種まきをしようと思うんですけど、ほう。大根の種まきをするんですが、裏テーマがございまして。裏テーマ。裏テーマは玉ねぎです。はい。玉ねぎのね、はい、苗どころ、苗どころ、米どころみたいに言うなよ。苗どこをね、はい、ここに作ろうと思うんです。はい、でこれをあさって、はい、種まくんです。イエイ。で種まいて、でこれ極厚のね、はい、ジェットバール。なんかかっこいいな。ね、ドラゴンボールみたいで、ね。で、これをね、苗を作って、できた苗をこっちに植え付けようという作戦なんですけど、はい、ただ苗を、ね、まあ、種まいて作ってる間、うん、ここはどうするんだ。おお、こっちの 2,3 列で苗床ってことやね。そうそうそう、苗床、うん、でこっちはあの2ヶ月ぐらいでだいたい苗は出来上がるんです。そう、ね、なので11月上旬ぐらいにまた植え付けようと思います、うん、2ヶ月間ほっといたらもったいないやん。そうやな。じゃあ2ヶ月で、うん、何ができるか選手権ということでね。ちゃっちゃとよ、まずは大根ね。はい、大根。あとは小松菜ね。小松菜、おお。でつや姫かぶ、かぶらね。かぶらね。まああとは、まあ似たようなもんやけどチヂミ菜ね。はい。この辺を、まあ可愛い大根とか、まあ残り物のやつもいろいろあるんですけど、はい、まあいろいろ、うん、を巻いて、でまあ2ヶ月とはいえ、うん、抜いて、またトップペン土をね、ガチャガチャガチャっとせなあかんやん。草も生えるやろうから。そうか。だから、まあ、せめて2週間は欲しいやん。うん、っていうことは、45日間。わお !45 日間で何ができるか選手権。大根もチャレンジします。はい。ね、今言ったやつね。はい。こういうのを巻いてみようという大作戦ですね。はい。はい、小松菜やな。小松菜多分余裕でできるよ。小松菜、あとカブラもできるんじゃないかね。カブラもできる。大根がね、ちょっと微妙。おお、微妙やけど、まあ行ってみましょう。まあ最後、葉大根か。いや、葉大根ってことはないわ。ああ、そう、うん。もっと大きいか。うん、もうちょっとあの、中途半端に。中途半端にな。中途半端にいい感じ。まあいいんじゃないの。うん。なんかお手頃大根。この可愛い大根ぐらいの可愛い大根。確かに。どれもが可愛い大根だね。確かに確かに。大きい大根のはずが。そう、大きくなれなかった可愛い大根ではなくて、可哀想な大根って感じでね。なりますな。あ、いいね、それ。でじゃあちょっと植え付けに移りたいと思いますが、まあ、この玉ねぎはまた後日ね。これは後日やから、ね、今日は大根です、はい、大根がなんか中途半端に、ね、残り物とか買ってきたやつとかがあって、はい、もうなんか多分ぐっちゃぐちゃやな。大混乱ですな。あ、言うと思った。はい、行くよ。これちょっと種、これはもうな直してくるわ。しまうってことね。直すね、はい、直すね、はい。大根、うん、大根どうしようかな思ってな。そう、まあよく3粒ずつ巻いて間引きせえって言うやん、うん、ここ2粒巻いたんやけど、2個巻いてるね、うん、でもめんどくせえからな、1粒ずつこれぐらいの間隔で巻いていこうかなみたいな。おお、うん、10センチ、15センチぐらいでもう1粒ずつ巻いていこうかな。うん、もう間引きなしでもそのままなっちゃえよって。そうそう、なっちゃえ日産みたいな、うん、ね、まあこんな感じでね、本当はね、種まきゴンベでやろうかとも思ったけど、ゴロゴロ、そう、種が少ないやろ。まあね、うん、それほどでもなかった。そうそうそう、ゴロゴロ。これ3列ぐらい行きたいな。うん、だからここにも巻いとくか。いきなり出てくる。そうやな、まあ、ここだけちょっと穴開けといたらいい、うん、これ間隔狭すぎるかな。まあどうなの、ちょっと大根はもうちょっと広い方がいいね。大根が？うん、大根だぜやから。もうちょっと、あー、筋が入った。もう何してんだか。じゃあもうちょっと広げるわ。今度広げるんかい。うん。適当やな。広げると、もうちょっとあの何、
せめて2粒ずつとかになるわけね。あ、そう。芽が出へんかった時に困るからな。あ、まあね、穴開けるわな。そう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 、まあまあ大根は大根葉でな、うん、そうそうそう、出るからな。誰が抜く年問題はあるけど ね、まあ結局見たら2粒で落ち着きました。あ、そう。それどの辺から巻いたんやったっけ。あ、 端から巻いたんか、うん、あ、これ開けといたらいいんか。そうね、うん、え、真ん中ちょっと埋めたよな。埋めたよまあいいわ大根ね、あの別にそんな大して注意することもないんですけど。ないんかい。でもやっぱり土作りはな、いろいろあの注意せなあかんこともあるわけよ、はい、やっぱりあの、まあ、うちのな船はトラクターでやってるからもともとこういう感じになってるけど、うん、やっぱりあの低い船より高い船の方が大根はズボっていけん。あ、そっか、うん、なので高い船にした方がいいような気はしますな、はい、あとはあれよ、ここはね、あの石がないからいいんだけど、うん、あ、埋めてもた、大丈夫だったあの石がね、うん、あるといかんよ。いかんな。いかん。二重の大根もな。え？石はね、あるとね、あのジャーネになるからね。ジャーネ？じゃあね、あ、違う、またね。またねって言えへんな。あれあれ、じゃあねは知ってる？おにゃんこクラブ。うん、なんか聞いたことあるフレーズやね。中地が卒業する時の。知らん。うん、春はお別れのってやつ。おにゃんこは全く知らんな。おにゃんこも知らないに おばあさんなんだ。ばあさんではないよ。もうでも俺より年上やからさ、みんなさ。まあな。おにゃんこは結構もうおばあさんや。まあまあ同い年ぐらいの人もおるんか、はい、工藤静香とかそうやもんな。国章大とかな、うん、中地はね、新田恵里とかね、の時代よ、うん、秋元康の奥さんも高山美子もほらおにゃんこで。あ、そうなの。後ろ指刺されずに。あ、そうなの、うん、自分のあれプロデュースしたやつに手出さんかそういうこっちゃな。あ、そう自分の店のあのレジのお姉ちゃんに手出すようなもんや。そう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 。俺やないかい。わしやないかいやかあれ。ママレジの姉ちゃんやから。結構なんか種あれやな、いっぱい入ってるな。結構入ってるやん。うん、思ったよりいけるな。もうなんかだんだん適当になってるね。まあそうなるわな。いっぱいやん。うん。あ、いっぱいできるね。なんて言ったのにあるじゃん。え、ほんまやな。どこまで開けるわ。適当やな。あれやろ、おにゃんこコンサート見に行ってんのよ俺。あ、そうなの。うん、いとこの子がさ、うん、あの行きたいって言うからさ、うん、いとこの子が小学校、俺も中学校ぐらいかな、うん、じゃあ一緒に行ったって言われて、へ、大阪城ホール行ったやん。すげえ。大阪城ホールの駅の前のな、大阪城公園の駅の前のな、うん、あの歩道橋みたいなところで待ってたらな、うん、もう同級生がな、たまたま通りかかって、なんやお前もおにゃんこ隠れおにゃんこやな言われて、隠れ別にと思ったんやけど、まあなんか中学校ぐらいでそういうのってさ、向きに否定したくなるやん。確かに、うん、違うわと言うて結構抵抗してたけどな。そうなんや。まあそれはどっちでもいい話やな。ね、青春、青春でもない。青春の入り口を叩きかけた頃かな。そうやな。もうすっかりその扉は通り過ぎました。そうやな。巻き終わりました。はい。まあこれこんなとこか。おお、そうね。大病秋盛りね。あ、秋にできるんじゃない？一応。うん。そういうことやね。うん、知らんけど。はい。なんかあの、なんやろね、秋盛りとか言われてさ、なんか特徴の名前やな。ネーミングセンスが悪い。なあ、酒のな、日本酒のような、何のような、わからんような名前。うん、まあ、ということで、ここでね、はい、まあ、そんなこと言っても知らなくて、こう、とりあえず種をまいたので、はい、で、このままじゃいかんな。そらまあな。本当やったら雨降り前にね、毎時はあとは楽なんですけど、ね、まあ、一応ね雨は降らないので、はい、
この間のね、あの台風という名の大雨が、はい、大雨というか適量の雨が降って以降、はい、まあ、ここもまたまた雨は降ってないので、そう、ね、水やりをしたいと思います、はい、ここはね、上の方に池があるんですけど、うん、それを開けるとね、20分以上かかってやっと降りてきてみたら結構大層なんで、うん、もう持ってきました、はい、こちらです。タンクで、じょうろで、しかもじょうろさっき見たらさ、見てみやさ、これ折れとんねん。ここ折れてる、この部分だけ買いに行こう思ったらなくてさ、あ、そうなの、しゃあなくて新しく買ってきた。あらあら、このじょうろ、このタイプいっぱいあるよな、うちにな。そう、すぐ割れるもんな。いっぱいある、いっぱいある。で、これね、うわ、やばい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 、よいしょよいしょ、あ、くっついた。おお、あの蛇口とかがあるよって絶対書く人おると思うけど、うんうんうん、こうたのよ蛇口、はい、やったらちょろちょろしか出えへんのよ、もうこれが一番楽なのよ。あ、まあね、早いしね、ドアって出るしな、うんうん、水やりします。はい、じょうろで水やり、へっぽこ農家の極みやな。ほんまやな、これな、種まいた場所分かれへんやろ。分からへん、だからもう全面膜なしゃあないやん、うん、全面膜と草生えるやろ。はい、本当はさ、除草剤かけてな、あ、草生えへんようにする除草剤かけときゃいいんやけどさ、うん、まあわざわざ2ヶ月やろ、うん、2ヶ月でまたここに玉ねぎを植えるわけですよ。そうですね、だからもうめんどくさいんか。まあね、もう草はちょっと頑張れ、草に負けるな、ま、頑張れお前は時々草で違うガーってこすってくれだよ。まあ、があればな、うん、あ、種が出ておりますでもね、大根やね、こんなもんレベルの水やりでもね、芽出るからね。出る出る出る、うん、そのうち出るこれもほんまな、これ二畝だけ今回種まいたんやけど、そうだ、ね、二畝だけやからこんなことできるけどな、うん、これ全部やったらな、全部やったらめんどくさくてやってられあ、ほんであれやな、はい、まあ、多分間違いなく虫つくな。だよね、うん、大根に農薬なんて俺かけたことないからなこんな時期に大根植えたことないもん。確かにね、もっと寒い時期みたいな。そうだね、な、やっとしたら、うん、水切れた。もう一遍バシャーっていくわ、はい、いいね、まあ、だんだん水圧で弱になってくる。そうね、おっ、うまいやろ。うまいうまいうまいあ、ちょっとずれた。よし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 お、埋まってない。おお。ここ充電的。ここも充電的。あったから。この間多分こう。おお。あ、ここにも種。なんじゃ。埋まってない。よいしょ。よいしょ。あれやな、これネキリムシ。はい。あとはキスジ、ノミハムシ、ミノハムシ、ハムシ、うん、あとはあれなんや、穴だらけにするやん。そう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 、うん、あとはまあアブラムシは多分大丈夫と思うけど、うん、黒いやつとか、そう、それそれよ。あ、黒いやつだ、あれか。キスジのノミ、ミノハムシ、ノミハムシ、どっちか分からへんねノミかよあとはあれや、シンクイムシや。あ、そう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 、うん、その辺が予想されるので。そうですね、その辺をまあまあ、もう双葉出たら農薬撒くしかないと思うで。ああ、そうか、うん、暑い時期やし、うん、ちっちゃい時に、ね、農薬何回か撒いといたらもうそれでいけると思う。なるほどね、うん、ちょうどいい感じ。はい、
巻き終わったね。はい、まあ、こんな軽い感じでも、はい、あと 2,3 回明日とか朝とか巻いてやれば、まあ、いけると思うわ。はい、話のおさらいをしますね。はい、とりあえず玉ねぎをあっちで育苗するので、はい、で育苗終わったらこの辺に玉ねぎを植えたい、はい、ただ玉ねぎの育苗期間は2ヶ月かかるので、うん、11月の上旬までここを遊ばすことになる、うん、それはいかんやろと。で11月の上旬まで2ヶ月ということは約60日、うん、なんか栽培できるやろなので何か栽培できるか選手権、はい、今日は大根です、はい、それ以外にカブラとか小松菜とか油中系やな、はい、をさらっと植え付けたいと、ね、種まきしようというわけ、うん、で今日は大根種まきしました、はい、で大根は大病秋盛りね、はい、日本盛りみたいな、はい、ほんまやな、うん、そんな名前の大根を巻いて、はい、まあ20センチちょい間隔かな、ちょっと狭い、かなり狭い、うん、狭めの 点巻きで巻きました、はい、で、やっぱり注意することは、じゃあね、じゃあね、はい、じゃあねとか、またね、またね、はい、なんで注意するか言ったっけ、またね、またね、石がある、そう、うん、石が入ってたから、うん、石をまあ、あるやん、石が結構ある畑、ああいうとこでは作らない、うん、あとはちょっと高畝にしといて、高、うん、大根がね、ヒュッとこう、ね、ヒュッとなっても、ね、これぐらいニョロニョロみたいに出てくるんやけど、うん、まあ、その下もクッとあるみたいな、そんな土が硬いとね、大根ギューッと伸びるからね、あ、無理やりね、うん、硬い大根になる、ね、あ、なるほどね、タケノコとかでも一緒よ、スッて出てくれる、柔らかい土だったらスッと入るから、うん、スッと入ってふにゃっとなって、ママの大嫌いなふにゃふにゃ大根、ああいらんわ、柔らかい大根のね柔らかい土が作る、なるほど、筋張ってないってことね、そう、いいこと言うね、うん、それに、ならないようにね、はい、そうなったらまたねーやからね、うん、そうやな、うん、おにゃんこクラブのじゃあねじゃないよということですね、はいね、おにゃんこクラブね、はい、山本スーザン久美子とかおったね、知らねえな、城之内さないもおにゃんこクラブ、知らん、演歌の姉ちゃん、知らん、姉ちゃんじゃないな、もうおばちゃんやね、おばちゃんやね、はい、まあ、それはさておき、で大根巻きましたと、はい、で、60日とはいえ、うん、玉ねぎを植える前に土作りをしないといけないので、うん、せめて2週間は欲しいから、うん、45日で、うーん、はい、短いなまあ題して50日な、はい、50日後に収穫される大根、はい、っていうタイトルでいこうか、はい、うん、の種まきですね、はい、さあ果たして50日で収穫できるのかどうでしょうか、はい、この答えは50日後に動画に上がると思います、そうね、はい、そんな感じかな、はい、まあ、ただただね大根巻いたところでそんな動画は山ほどあるので、はい、そうね、みんな有名どころもいるでしょうから、はい、うちはいろいろと考えなあかんのでまあ有名どころ何超弱小でもないんやけど、うん、めちゃめちゃ有名どころでもないから、そうだね、それなりに弱者の戦略を取らなきゃいけないわけです、はい、なので今日は大根ね、はい、いろんな理由付けをして大根の種まきをしたということです、はい、まあ、そんな感じかな、ですな、ちなみに、大根のね種まきはもう明日か明後日かもうこの動画上がる時にはもう終わってんのか、はい、とわからないですけど、種まきの植え付け、11月の上旬、はい、植え付けイベントやります、はい、植え付けは、まあ、無料イベントなんでね誰でも来てもらって、うん、で要はうちの玉ねぎを植え付けてくれと、はい、で植え付けてくれたら玉ねぎの苗をプレゼントイエイ、そんな、イベントもやりますんで、はい、まあ、11月の時期が近づいてきたら告知します、はい、今日はそんな感じかな、はいはい、じゃあ皆さんじゃあねまたねさようなら。